今年12月に宮崎大学と周辺の大学の学生で合同学園祭わけもん大学フェスティバルを開催しようと企画する学生チームがあります。6月6日各大学の学生たちが初めて一堂に会し全体会が開かれました。わけもん大学フェスティバルとは宮崎大学をはじめ周辺の宮崎県立看護大学宮崎国際大学などの学生たちが集まり交流を深めて宮崎を盛り上げようというコミュニティわけもん大学が開催する合同学園祭のことで今年12月の開催を目指しています。清武町と宮崎市の合併から3年となる今年度末で清武町観光協会が解散するのを前に清武町観光協会学生部の学生が中心となって各大学の学生を募りました。わけもん大学のメンバーとして宮崎大学や宮崎国際大学、宮崎県立看護大学、宮崎公立大学などからおよそ50人が集まりました。6月6日、清武町商工会館にメンバーが初めて一堂に会し、第1回全体会が開かれました。はじめに、わけもん大学の代表を務める宮崎大学教育文化学部4年生の深田隆弘さんが挨拶をしました。まあ、やっぱ学生ができるのっていうと学生を集めて地域を盛り上げるっていうのが一番その地域を盛り上げるためには早い道であって、そのわけもん大学っていう架空の大学を清武町に作ってしまって、そこに宮崎県の大学を集めて、でまずは今年は清武町を盛り上げていきましょうっていう感じで、まあ、立ち上げたのがきっかけです。まあ、今とりあえず現在で50名宮崎の学生が集まってもらって、本当に嬉しく思います。大学ごとの代表者を決定するなどした後、総務やイベント企画など5つの部署に分かれての話し合いが行われました。メンバーが自己紹介をしながら部会の場所や日程の調整、今後のスケジュールの確認などを行いました。この合同学園祭が学生たちの交流を活発化させ、宮崎に住む若者わけもんが宮崎を元気にするきっかけになればと実行委員会のメンバーは話しています。わけもん大学フェスティバルは今年12月16日に清武町文化会館や宮崎市清武総合支所駐車場などを会場に開催される予定だということです。6月17日清武町文化会館小ホールで宮崎大学医学部演劇部の第33回定期公演グローブジャングルが行われました。年に2回定期公演を行っている医学部演劇部は第33回定期公演として鴻上尚史原作のグローブジャングルを上演しました。今回上演したグローブジャングルはインターネット上の騒ぎと命がテーマの作品で、ロンドンを舞台にしたものでした。グローブジャングルやそれをイメージさせる映像を効果的に使いながら、笑いあり、ダンスあり、殺伐としたシーンありという多彩な雰囲気を演出する演劇となっていました。医学部演劇部は近年、他学部の学生も多く所属していることもあり、当日会場にはたくさんの学生や地域の方々が訪れていました。上演は約2時間で、終演時には会場の人たちから大きな拍手が送られていました。医学部演劇部は今年秋に次の定期公演を予定しているということです。最後に MUSB 宮崎大学学生放送局からのお知らせです。MUSB ではこの番組、宮大まるごとテレビでご紹介させていただける話題やトピックを募集しております。トピックの募集やこの番組に関する情報につきましては、MUSB 宮崎大学学生放送局のウェブサイトをご覧ください。6月は演奏会や講演などが多く行われ、賑やかな1ヶ月となりました。一方で、今後の催しに向けて元気に活動する学生たちの姿も見られました。私たちも学生たちの活動の行方をできる限りお伝えしてまいります。それでは今回の宮大まるごとテレビはここまでです。また次回お目にかかりましょう。失礼します。失礼します。